サインシャンドは、モンゴル国南部の都市、ドルのゴビ県の県都である。ゴビ砂漠の東部にあたり、モンゴル縦貫鉄道が通る。人口は19,548人、25,210人。市内には、ハマリンヒードという総意味や、19世紀のチベット仏教、ニンマハの指導者ダンザンラブジャーを記念した博物館がある。サインシャンド群は5つの区からなる。 1>, 1区から3区は市の南部、4区は北部にあたり、5区は市外から 46km 南に位置する。北部の人口は4822人、4944人でモンゴル縦貫鉄道の駅がある。西には旧ソ連時代の軍事施設の廃墟が広がる。南部は13463人、12687人で役所が置かれている。 南北は丘陵で隔てられている。軍南部の第五区は石油採掘のために建設された開拓地である。人口は1606人、1917人。欠片の気候区分でこの地は砂漠気候に分類される。乾燥した極寒の長い冬と暑く短い夏が特徴。ありがとうございます。